皆さんこんにちは、夏太郎です。今日はお片付けについてお話をしようと思います。私自身とても面倒くさがり屋で片付けは苦手なので、いかに楽な気持ちで居心地が良いお部屋を保てるかという方法を考えながらいつも暮らしています。そんな中で今までたくさんぶち当たってきた片付けの悩みと、それに対して見つけてきた答えをお話ししてみます。それでは動画スタート。はい、では早速内容に入る前に、以前私の暮らしがどんな風だったのかを少しだけ話しておこうと思います。以前もう YouTube を始めるずっと前なんですけれども、その頃は常に散らかったお部屋に住んでました。床とかベッドとかソファーの上とか、必ずお部屋のどこかに畳まれるのを待っている洗濯物の山が存在していて、シンクもお皿で埋まっていることが多かったです。こういった机の上とかは基本的には物置になってしまっていて、使いたい時にはガーッと手でブルドーザーのように寄せないとご飯とかも食べられないような状態でした。可愛い小物や雑貨など大好きなので集めて並べてたりもしたんですけど、なんだかこう統一感もなくてごちゃごちゃして見えて、おしゃれでもないし、漏れなく全てに埃が積もっていました。また基本あまり動きたくない、めんどくさがりなところがあるので、手が届く位置に何でも必要なものを置きっぱなしにしていて、床置きしてるものも多かったので、もちろん掃除もしにくくてしなくなってしまい、床の上にこうふわふわとした真っ黒クロスケのようなほこりができてしまったこともあります。そんな暮らしを続けていたので、ついにハウスダストアレルギーの症状が出てしまって、自分の家の中なのにマスクをしないと過ごせないようになりました。さすがにこれはいかんと思ったのがちょうど7年前くらいですかね。ここが私の片付け奮闘期の始まりでした。今からお話をするのは、そんな私が変わってこれた考え方なので、片付けのお悩みを持つ方にとってもいくつか合う方法が見つかるかもしれないなと思っています。よかったら最後まで見てみてください。片付けのお悩み1、とにかくめんどくさい。そう、片付けって本当にめんどくさいですよね。今でも私もそう思っています。この悩みに対して出した答えはこの2つです。1つ目、まず面倒じゃない大きさにすること。2つ目、モチベと時間と体力に合わせて取り組むです。面倒なことを一気にやっつけようとすると、それはそれはもう大きな気合と体力、またまとまった時間が必要になります。考えただけで気持ちもめいってしまって後回しにしたくなりますよね。でも面倒に感じないくらいの小さな作業に小分けしてやっていくと難易度がぐっと下がると思っています。また自分のその時のモチベーション、時間、体力に合わせて取り組むことも大事です。どれか一つでも欠けているのに無理にやろうとすると、大抵最後までやりきることができず、なぜか逆にとっちらかった状態になって終わってしまったり、中途半端なまま放置されてしまうことがあります。そうするとやっぱり私は片付けが苦手なんだわとか、自分にはできないんだなと苦手意識をより刷り込むことになってしまいます。モチベ、時間、体力に合わせて取り組むと、できた範囲は小さかったとしても成功体験を積みやすく、達成できた嬉しさとか満足感を感じやすいです。やってよかった、できたという片付けの
イメージやマインドを変えていくことにもつながります。無理をしないことで片付け疲れも減らせますし、苦手だと思っていた気持ちももしかしたら変わるかもしれません。片付けのお悩み2つ目、物が捨てられない、減らせないです。片付かない原因として、多分物が多いからだ、減らすべきだと思っているけれど、何からどう手放したらいいかわからないし、いざ捨てようと思うと、なんかどれもこれも必要に思えてきてしまって、なかなか捨てられない。そうなんですよね。私も物を手放して減らしていくことはとても難しいことだと思っています。自分にとって必要なのか不要なのかの感じ方や手放す判断基準も人によって答えが違っていて、経験してみないとどれが自分にとって正解なのか、自分に合う答えなのかがわからないからです。例えば洋服で考えてみると、収納クローゼットに収まる量であれば持っていて心地よいという人もいれば、枚数に余裕があると洗濯をサボれてしまうから部屋のどこかに溜まりがちになってしまう。毎日巡るぐらいの少ない数の方が散らかりにくくなるという人もいます。また使わないものは不要と判断する人もいれば、使ってなくても持っているだけで幸せなら取っておくという判断が正解という人もいます。洋服を畳む収納方法にしていると、畳むのが面倒くさく手間に感じて散らかりやすくなってしまうけれど、ハンガーで引っ掛けて収納にするなら、枚数は同じでも家事が負担じゃない、持っていても大丈夫など、収納方法で感じ方が変わる部分もあります。そう、手放す判断基準は無数にあって、いや難しいんですよね。そんな難しい減らすという作業だからこそ、難易度が低いものかつ効果を感じやすい方法でやってみて、まずは成功体験を積むこと、自分が何を心地よいと感じるのか知っていくことが大事かなと思っています。面倒くさがりかつ優柔不断な私がいろいろ経験をしてきたことをもとにおすすめする、最初に減らしてみるといいかなと思うものがこちらです。明らかなゴミ、壊れていたり傷んでいたりして、かつ直してまで買うつもりのないもの、必要だと思った時に家にあると思えないもの、これらのものはいろんな判断基準などを気にしなくても良い、万人にとってほぼ確実に不要と断定しても、まあ、間違いないものばかりかなと思います。なので手放すという行動の練習にぴったりだなと思っています。こういった手放しやすいものを実際に減らしてみて、その時に減らした方がすっきりとして気持ちがいいと感じたり、自分にもできると思えたりする経験をすると、自分にとって何が心地よいのかというところや、どう判断するのが合っているのかというところが見えてきます。また自信がついてもっと減らしてみたいと思えたりもします。大事なのは減らす前と後、ビフォーアフターの変化を感じること、成功の体験をすることなので、場所、範囲を区切ってゴールを決めてやってみるのがいいかなと思います。例えば財布の中の溜まったレシート、覚えてもいないクーポンやポイントカード、バッグの中の謎のゴミ、玄関脇のチラシなどから始めてみるのもいいと思います。片付けの悩み3つ目、収納がなんか使いにくいんだけど正解がわからない。この悩みも首がもげるほどうなずきたいです。私が見つけてきた答えはこんな感じです。
ここで大事なのがこの順番かなというふうに思っています。では順番に詳しくお話ししていきます。手順1、すっきりの種、イライラなところを見つける。まずは見直しが必要な場所を見つけてみましょう。これは結構簡単かなと思います。お家の中で散らかっているところ、散らかりやすいところ、収納に収まっていないものがあるところなど、イライラ、モヤモヤするところ、ここが見直すべき場所です。手順2、問題をとにかく分解していく。次に問題を分解していきます。大抵の場合は複数の問題の原因が絡まっていることが多いので、分解することでシンプルに簡単にすることができます。数学と一緒ですね。例えばリビングが散らかっていてモヤモヤするという場合、リビングの中でも床に物があるとか、ソファーも散らかって、テーブル、棚という風に分解します。さらにそこからもっともっと何が散らかっているのか、床の上には服がある、本がある、書類がある、カバンがある、ゴミがあるといった感じで一個ずつ分解してみます。手順その3、場所、方法、量を見直す。分解してちっちゃくなった問題1個に対して、場所、収納方法、量を見直していきます。どこに収納すればいいのかという場所、ここは使うところの近くに収納するのが面倒くさがり屋さん向けかなと感じています。次に方法、ここは3つの収納方法から選びます。場所や量が絡むと無数にいろんな方法があるように感じてしまうんですけれども、収納というのはざっくりと3つの方法しかありません。引き出しや箱での収納、吊るす、かける収納、置く、立てる収納、この3つです。そしてこれらにはそれぞれコツとメリット、デメリットがあります。ざっとこんな感じですね。小さく分解した問題一つに対して、自分にとってどの収納が心地よいんだろうという基準でどれかを選んでみてください。そして量、収納方法を決めるとだいたい収まるものの量というのが見えてきます。この決めた収納方法の範囲内で収まるのが適量です。収納する場所が変わると選べる収納方法が変わりますし、収納方法に伴ってどれぐらい物を持っていいのかという量も範囲が決まってきます。めんどくさがり屋な私はあまり動かず何でもやりたい人なので、場所、方法、量の順で決めることが多いのですが、すっきり見えることの方が大事な方なら、まずはすっきり見せるための方法を基準にして順番を変えてもいいと思います。大事にしたいものが多くていっぱい持ちたい、量が優先だよという方は、方法と場所をその量に合わせていくという方法でもいいかなと思います。手順4、必要ならば収納用品を買い足す。ここまでできて初めて収納用品の出番です。収納場所、収納方法、そこに入れるものの量、これが自分の中で見えてから初めてどんな収納が使いやすいのか、自分の暮らしにフィットするのか、これがわかります。決めた場所、そこに置きたい物の大きさを測り、それに合う収納用品を探すと、きっと今までより失敗がぐっと減りますよ。片付けの悩み4つ目、家族が片付けてくれない、捨ててくれない。はい、この悩み我が家もぶち当たりました。喧嘩もたくさんしてきました。この悩みの答えは果たしてあるのかと思うほど難しいですよね。
答えももしかしたらご家庭とか人によっていろいろあるんじゃないかなとは思っているんですけれども、我が家の場合はこの考え方でお互いの気持ちが楽になったというのがあるので、それを紹介してみようと思います。その考え方というのがこちら、人には人の感性と背景という考え方です。自分にとっては散らかって見えるモヤモヤするお部屋でも、もしかしたら相手にとってはいつも通りの景色、日常であって何にも感じないかもしれませんし、どっからどう見てもガラクタにしか見えないし、使ってもいないし捨ててもいいでしょって感じるものでも、相手にとっては大事な宝物というものもあるかもしれません。またとある休日、自分は部屋を片付けています、相手は暇そうでスマホをいじっています、10分、いや5分でもいいから少しでも一緒に片付けてほしい、それくらいならできるんじゃない簡単にと思っても、今まで片付けの習慣を持ってなかった人にとっては、まずやる気を出す、動き始めることがとても難しかったり、見た目ではわからなくても動きたくないぐらい気力体力の面で疲れがあったりということもあります。同じものを見ても人の数だけ感じ方が違いますし、その人にしかわからない背景というものがあります。なのでそこはコミュニケーションをとってお互いにすり合わせをすることが大事だったんですよね。そう、ここのコミュニケーションも難しいんですけど、ここでポイントだなと思うのが伝え方です。自分の気持ちプラスお願いや相談という形、かつ相手を理解しようという姿勢が大切だなと思います。ねえ、ちょっと暇ならさ、ちょっとは片付けてよ、こんな風に言われるとちょっとムッとしてしまいますよね。でもこうならどうですか？私はお部屋が散らかってると気持ちがモヤモヤしちゃうから片付けていきたいんだけど、このここに置いてあるあなたのものだけちょっと手伝ってくれないかな。え、今疲れてるの？そっか、昨日仕事で遅かったから今日はゆっくりしてたいんだ。じゃあここにこうまとめて置いといたら後で自分でできる？あ、うん、じゃあありがとう、お願い。どうでしょうか？これだったらさっきの言われ方よりもちょっと受け入れやすくなる気がしませんか？もちろんイライラしてしまう時もあるし、その気持ちをぶつけたくなる時もあって難しいんですけど、自分の言い分が正しいんだと押し付けたくなるのをぐっとこらえて、もしかしたら相手は全く違う考え方、感じ方をしてるのかも、背景があるのかも、ちゃんとした理由があるのかもとフラットに見てみるようにしています。相手の感じ方や背景も尊重すべき一つの捉え方だと思って接した時に、これが不思議と相手にも自分の伝えたいことがまっすぐ伝わるようになります。これどうしてなのか気になる方はこちらの本をぜひ読んでみてください。なんで伝わらないのという悩みがとてもわかりやすくほぐれて楽になりますよ。はい、ここまでぶち当たってきた片付けのお悩みについて話しました。最後におすすめのマインドも紹介します。暮らしを整えようと思ってやっていく中で、どうしても悩んだりへこんだりする時があると思います。そんな時支えになった気持ちの持ち方を紹介します。1つ目、いつでも自分を一番に応援する。
自分の声や考え方を一番近くで聞いているのは自分自身です。こんなこともできないとか、またダメだったとか、自分を責める言葉、実はものすごくダメージが大きいと思ってます。もともと片付け苦手なんだし、そもそも片付け自体も難しいと思うんですよ。なので思うようにいかないことがあっても、それってもう当たり前じゃないですか。自分がダメなりにでも頑張ってることって自分自身が一番知ってます。ダメージを与える言葉ではなくて、応援の言葉をかけていた方がずっと力が湧くと思います。おすすめのマインド2つ目、すべては自分で決められるというものです。目の前の散らかったお部屋を見て、こんなはずではと思う、そんな時がありました。心のどこかで、自分は面倒くさがりだから、苦手だから、きっといつまでもうまくいかないと思っていませんか？大丈夫です。それはただの思い込みです。いつでも目の前には選択肢があって、自分で好きな方を選ぶことができます。こんなはずではな現状も、いつでも自分が選んできたたくさんの選択の結果なんですよね。進みたい方向への選択を選ぶことができたら、行きたかったところ、なりたい自分に少しずつ近づいていくことができるんです。頑張れない時に選択肢をたくさん間違ってしまったとしても、軌道修正をいつでもすることができます。自分で自分の未来は決められる、そう思ったらなんだかワクワクしますし、やっぱり力も湧いてきますよね。はい、今までたくさんぶち当たってきた片付けの悩みと、それに対して見つけてきた答え、大事にしてきたマインドをお話ししてみました。どれか一つでもどなたかに響く内容があったらいいなと思っています。散らかってほこりまみれのお部屋でマスクをして過ごしていた私も変わってこれたので、きっと悩みを抱える多くの方も大丈夫だと思います。これからもマイペースに暮らしの研究をしていくので、もしよかったら一緒にトライ&エラーを楽しみましょう。それでは今日はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。穏やかな暮らしを応援する気持ちを込めて、夏太郎より。